皆さんこんこにちは松本武です今日はですね両手をを使おおうううとといい話をしようと思います、えー、例えばですね脳梗塞の麻痺があるなんていう方でですね、えー、手がねあの、まあ、片方だけしか使わないっていう方は結構いらっしゃるんですね。はいでまあそうなんです確かにもう麻痺がですね完全麻痺と言いまして、えー、全く動かせないね、えー、もうブラブラで筋肉が弛緩しているとか あるいはもう筋肉がね緊張した状態でですねもうなかなか動かせないっていう拘縮、まあ、関節が拘縮して動かせないっていう方はなかなか難しいんですけれども、あのー、不全麻痺っていう形でですね麻痺はあるけれどもある程度こう随意的な反応があるっていう方はいらっしゃるんですねですけども、まあ、もどもももかしさもあってね。 こんなもう言うことの聞きにくいような腕よりも A 歩を使おう A 歩を使おうということでまあ長年経過してしまうとお全く使えなくなってしまうっていうことが多いですのでえまあできるだけね介護の場面でですね例えばえよく動く手とちょっと不自由な手なんですけどもこの両方を使っていただくことってできないでしょうかということですね。両方を使っていただくこと例えばえ なんんかかを畳んでいただくとかね、はい、そうすると片方は抑えながら良い方で動かすとかね、はい、あるいは新聞をめくっていただくとかねじゃあ不器用な方で押さえながら片方のページを開いていただくとかこれ両方使えることって割といろいろあるんですね例えばキャッチボールちょっと大きめのボールをホイッと投げるとですね、えー、ほっと掴んでいただくと。 はいえー、こういうような形で私は自然と両手が出るシチュエーションを作ろうと言ってますけれどもそういうに自然とね、えー、両手が出るような場面作りっていうのを是非皆さん考えていただくといいかなと思います左半身に麻痺があってですねもうこっちの手はねバカになったんやいうてですね全く使われない方はいらっしゃったんですねでもねこうじゃんけんなんかをするとね動くんですね チョキが出るとかねパーが出るっていう方はねかなり麻痺が軽く済んでいらっしゃいますですので、えー、その方の手を何とか使えないだろうかね、えー、で過去のことを聞いていただくとねお花をやっておられたとかね、えー、そういう方だったんですねですのでお花を生け、えー、ていただこうということですそうすると良い方の右手でハサミを持って花の、ね、茎を切るんですけども 左手はですね、もうバカになったバカになったって言ってた左手なんですけどもちゃんと茎を押さえて、えー、右手でハサミを使って花を切っておられたっていうのをねあの見ることができました。ですのでやはり昔から慣れている動作などを用意して。 両手を使っていただくっていうこういう工夫は結構たくさんできるなと私は思っていますねぜひですねそうやって両手を使えるようなものって生活の中に探していただくといいと思います例えば着替えるとかもそうですよね着替える時でも良い方を使いながらこっちの悪い方に、えー、袖を通して袖を通す時にちょっとね、えー、弱い方の もも伸ばすなんんていいう動作が出るかもしれませんねはい、あるいは先ほど言,っ言いましたように、えー、新聞を開くとかボールをキャッチするとかですね、えー、字を書くときに片方の手で押さえていただくとかね、えー、そんな感じで両方の手を使っていくっていうことを生活場面で是非考えていただくこれ素晴らしい生活リハビリになると思います。はい で、あとですね最後付け加えますけれども、えー、なかなかそこまでのことはできないという方もいらっしゃると思いますけれども是非、えー、ねあの動かさない手にもですね例えば手指を組むなんていうことはやっていただける方多いです。指を組むとなるとなかなかこう関節が硬くなっておられるとちょっとこ,うこじ入れたりするんですけれども、えー、自分でやっていただくとね、まあ、痛みがひどくない範囲で。 我慢できる範囲でやっていただけますので指を組む、はい、でこの手をですね例えば、えー、上げる、ね、そうすると弱い方も一緒に動きますよね弱い方も一緒に動きながら脇の風通しも良くなる、ね、指も開かれて洗いやすくなって清潔になるとかね まあ、その方が生活しやすくなることに役立ちますので、指を組んで、えー、上げ下げをする、なんていうような動作は、動かさない方の手にも、ぜひしていただけると良いかなと思います。はい。えー、今日はね、両手を使おうというお話をさせていただきました。えー、現場でお役立ていただけたらと思います。はい、今日は以上です。ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録もよろしくお願いします。